リリカルスクールは日本の女性ヒップホップアイドルユニット。略称はリリスク。ブートロック所属。レーベルはビクターエンタテインメント内のコネトーン。ラップを専門としたアイドルユニットで2010年10月にテングル6として結成。2016年4月にリリースされたラン,ンランのスマートフォンのアプリケーションが起動するかのように見せた。 ミュージックビデオにより、カンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルサイバー部門堂賞を受賞した。本校では、内部ユニットについても扱う。募集時の記載によると、ヒップホップに若い女性による下手馬のラップが合わさる、ことで、あどけなさを感じられるようにする狙いが示されている。後のインタビューにおいて、メンバーのメイは、 ユニット結成時手探りでラップを覚えたことを話し、メンバーの綾香は応募時にヒップホップダンスを主軸にしたキュートに近いユニットを想像していたことを述べている。あとに、プロデューサーのキムヤスヒロは2019年のインタビューにて、結成時点の考えは同年の時点で異なる状況になったとして、2017年5月からの新体制において、 ヒップホップアイドル、アイドルラップというコンセプトを考え直す必要があったと述べている。この経緯のため、発足当初、アイドルビジネスに精通した人間がいなかったことが、ヒップホップライターの高木 JET、新一郎によって指摘されているが、綾香はそのことが未開拓なものに挑戦する意欲に、繋がったと述べている。ユニットとしてのファンの総称はヘッズ。 ユニットのコンセプトはキムが決め、深掘りする際に、デザイナーのムゼと、バック DJ とグループのマネージャーを兼ねる朝野と、相談を重ねる。2012年1月の、ウレピアでは、テングル6がこの世代のアイドルユニットの一つとして、示されており、この時代におけるアイドル活動の主流が、週末のライブ活動にあることが言及されている。 それによると店舗内でのライブやホールで開催されるイベントにてパフォーマンスを披露しその後 CD を購入した顧客に対して握手や撮影といったファンサービスを提供することで根強いファンを獲得するとしているさらにこの情報がファン同士によるブログでのレポートやツイッターなどのソーシャルネットワーキングサービスで流れることによって新たなファンの獲得につながるほか、 ライブを観覧できないファンに向けて動画サイトでのライブ中継や撮影した動画のアップロードで情報を公開することが重要としている。この手法は AKB48 によって確立されたものとされる。また、キムは本ユニットがライブに力を入れていると説明している。著名なアーティストが楽曲の制作を担当していることが日経エンタテインメントやウレピアでは 特徴として挙げられており、例として、ガイドブックでは、大サ里、インシスト、ガク、MC、デートコースでは、豆腐ビーツ、イルリメ、岡田だ、フラグメンツ、ガキレンジャーのポチョムキンなどが挙げられる。身体性においてもこれは変わらず、ロッキン ON ジャパンで触れられており、ワールズエンドでは、スチャダラパーの坊主、キャンディタウンの両夫、メローイエロー。 Be Kind Rewind ではペス、あり、キック、サイプレス上の全ラロックが挙げられている。姫は他のラッパーからリリックを提供してもらえるのはアイドルならではの特徴で自分たちでは描けないものになっているとしている。また楽曲は夏をテーマにしたものが多いことをメンバーの姫はラッパーのバルニーとの対談で語っており2020年には 楽曲を集約した EP をリリースした。新体制について、メンバーのミナンは、ユニット自体は、保持しつつも、キムの願望の実現など中身を変えたいと考えた、ことを後にインタビューで述べている。また姫は、ワンマンライブ、リリカルスクールワンマンライブ2017テイク、ME アウトを振り返って、ヒップホップアイドルらしさを強調して差別化を、図りたいと述べたほか、 身体性においてはメンバーとも会話して方向性を決めていることを述べている。一方で当初のコンセプトとして存在した6本のマイク、つまり6人体制から外れて5人になったことには驚いたと2人は述べている。またパフォーマンスについても最初の頃は振り付けなどが決まったものが多かった。しかし姫からキムに パフォーマンスの提案があったことや2018年8月にミナンが骨折したことに起因にしてライブでの振り付けやフォーメーションが削られメンバーによる自由なパフォーマンスが中心となったメンバーのリサノはインタビューでアイドルらしさを出しつつ現代のラップグループにパフォーマンスを近づける狙いがあることを語っている OK のリリースと前後してコンセプト キング・オブ・アイドル・ラップを掲げるようになった。これはヒップホップグループのライムスターがユニットにつけたものとなっている。武蔵野美術大学、キムやムゼたちが武蔵野美術大学造形学部在籍時に制作していた都市をテーマに据えたフリーペーパーニュートラルの企画で結成された。大学では映像専攻でニュートラルの企画を担当していたキムは 冊子以外の企画を考え、もしアイドルをプロデュースするのであれば何ができるかという、友人との会話で登場した、ヒップホップトラップを組み合わせを試みたいという意図と、カラオケ店で女性の友人がラップをしている姿が、可愛らしいと感じたことを、インタビューで述べている。そこで、ニュートラルにてアイドルをプロデュースする、胸の広告を掲載したところ、 共産企業としてアダルトグッズメーカーのテンガが名を挙げ6人組のラップアイドルテングル6として活動を開始する。キムはこれらの経緯をまとめたヒップホップアイドルのプロデュースを大学の卒業制作として提出する。2011年6月にファーストミニアルバム間違うをリリースする。キムは2作目以降ニュートラルの編集作業中に流れていた豆腐ビーツに 楽曲制作を依頼する。2012年6月にタワーレコードのレーベルである T ・パレットレコーズへ移籍し、それに伴いユニット名を8月にリリカルスクールに改称する。ユニット名は自分たちを見てラップに挑戦したいという人がいたらいいという目標を持ったメンバーがレベルの高いリリックを生み出せるよう互いに切磋琢磨するグループという意味が込められている。 2013年夏のインタビューにて、メンバーのマリコが、同時期に、関東以外での遠征の機会が増えたことに触れている。新編成での初アルバム、デートコースは、ジャケットを、イラストレーターの江口久志が担当する。2014年には、ロックインジャパンフェス2014や、サマソニ2014に出演、また11月には、台湾のイベントであるリトル。 東京クレイジーかわいい台北への参加がメンバーの弓から述べられている。2015年には初の全国ツアーを開催した。11月、元ライムベリーの MC 姫子と持田ひかが12月に姫としてリリカルスクールに加入することが発表され、ツイッターでは検索ワードのトレンドに上がるなどの反響が回遊にて報じられる。2016年には キングレコードからメジャーデビュー。同年4月にリリースされたメジャーファーストシングルランランはメガボルトがスマートフォン市長に特化された縦型のものとして話題に上がり2016年カンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルサイバー部門同賞を受賞したほか同年の広告業界の若手が選ぶコミュニケーション大賞ファイナリストに選出された 2017年2月に、テングル6からのオリジナルメンバーであった、綾香アミメイが卒業し、キングレコードとの契約も終了する。南姫と、オーディションにより加入した日な子ユう、リサノの5人により、5月21日の、ワンマンライブより新体制での活動を開始する。2019年5月、ビクターエンターテインメントコネトーンレーベルから2度目の、 メジャーデビューすることを発表した。2020年には、新型コロナウイルス感染症の世界的流行と、それによる外出自粛を受け、4月7日に、YouTube のチャンネルにて、リリカルスクールリモートフリーライブボリューム1を公開した。4月17日に公開された、ボリューム2の後となる5月1日に、アンコール動画が公開されたほか、5月14日、 までの期間限定でアカペラ動画をギガファイルビンからダウンロードできるよう開放した。ボリューム3ではステージに集まっているのを事前情報で視聴者側には別取りしていると誤認させてからフレームを外すという演出を行った。ライターの勝木隆はこれをアイドル個人が今までやってきた公開の中で新しい見せ方の一つとして紹介した。プロデューサー。 国際青少年映像キャンプディンファク2006に日本代表として参加。第1回アイアム映画祭にて、待つ男で大賞並びにオーディエンス賞を受賞。2021年には新潟県を活動拠点とするアイドルグループ、ネギッコのメグの楽曲、ソグッドをプロデュースした。マネージャーゲンバック DJ。キムヤスヒロの中学校を呼び、高校時代の同級生。 ラインランをはじめとした楽曲の作詞も担当する。デザイナー。最初のミニアルバムである、間違うからグラフィックを担当する。イベントでの物販で並ぶ商品のイラストも手掛ける。マネージャー。2016年頃から DJ ビッグ D としてユニットのバック DJ も務める。武蔵野美術大学における、キムヤスヒロの後輩で、 東京芸術大学院にて映画脚本を専攻する。2018年10月26日に開催されたツアーワールズ・エインド・アット・スタジオ・コーストにて結成されたユニット。ひなこというの2名で構成されている。2018年の公演では楽曲、ブランニューガールを披露した。2020年5月22日にはブランニューガールのリモートライブ映像を公開した。 6月15日、クラウドファンディングを通じて、新曲の制作費を集め、その新曲を YouTube にて公開するという企画を発表した。資金集めは、リミスタにて行われた。このクラウドファンディングは2020年6月15日から6月28日まで開催された。最終的に、目標50万円に対し208万3550円が集められ、 7月28日には制作された楽曲、Hey, 魔法が YouTube でプレミア公開された。2020年のヤングジャンプでは、日本のヒップホップアイドルの草分けと紹介されている。旧体制について、音楽評論家の宗方明章は、ユニットの結成当時ラップを専門とした、唯一のアイドルグループであるとし、高木は、音楽、ナタリーの連載。 ザシーン・オブ・ラップ・アイドルズにおいて、ラップの技術的には稚拙であるとしつつも当時他にない、アイドルとラップの組み合わせや確立したクリエイターの存在及び運営のサポートから翌2011年に結成されたライムベリーと共に、ラップアイドルの講師かつ二大グループと表している。新体制について、高木は体制変更後に発売されたライブの CD である。 Take Me Out O N D E C 16とリリカルスクールツアー o 2018ワールド S エンドの変化を踏まえ各メンバーの個性が際立つようになりパフォーマンスが確立したとしているミュージックビデオ個別記事があるものはそちらを参照ブログツイッターツイッタータンブラーインスタグラムインターネット配信ありがとうございます